ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2017年5月17日水曜日、八日市のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。今日のお相手は私、えっちゃんこと町崎悦子が、全力投球でお送りしてまいります。いつも一緒に番組を盛り上げてくれている秀蔵くんはすみません、今日はお休みをいただいております。秀蔵くんの分も頑張りますので、最後までどうかお付き合いをお願いします。はい、ゴールデンウィークも終わりまして、新緑が本当に美しい季節となりました。皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。随分とね、長い休みの方もおられたというふうに聞いてますが、いろんなところに出かけられたことと思います。私はですね、実は途方なゴールデンウィークを過ごしました。4月22、23、こちらで八日市で琵琶湖ジャズ、東近江あったんですけども、その時からねずっと実は伏せてまして、もう最悪のゴールデンウィークでございました。元気だけが取りの私なのに、咳がねなんだか止まらなくて、大変でした。今日も途中でもしかしたら咳込んじゃうかもしれないんですが、どうかお許しくださいませ。ということで、さて山の緑の話なんですけども、緑にもねいろんな色があるじゃないですか。で遠くにこう遠目で、ね、山を見るとなんかこうモコモコして見えますよね。 今の山ってねいろんな色があるから、それをね今の季節の山が笑うっていうそうです。知ってました？今のああいうこういろんな色が混ざってねモコモコしているああいう色の山を山が笑ってるっていうそうです。確かになんかこう柔らかい色合いがね微笑んでいるように、まあ、見えるっちゃ見えますよね。皆さんも天気の良い日に新緑の山を見上げていただきまして、わ今日は山が笑ってるなみたいな感じで一回見てあげてみてください。はい、では本当はここはいつもねヒルゾー君が言ってくれるんですけど、私から言います。メールは私たち、今日は一人ですけどね、メールは私には元気のもとでございます。本当に嬉しい贈り物です。今日もメッセージをどしどし送ってきてください。ゴールデンウィークの楽しい思い出話なども送ってきてくださると嬉しいです。番組中でもお受けできますので、メールの送り番号をお知らせいたします。メール番号は99@siga.tv99shiga.tv です。お待ちしております。はい、今日はねお客様がたくさんお見えでございます。それでは急いで一人目のお客様をご紹介したいと思います。まずは昨年に引き続き琵琶湖トライアスロン in 近江八幡の告知にお越しいただきました。ようこそお越しくださいました。こんにちは。はい、実行委員会から、大前さんと重久さん、はい、お二人お越しいただきました。まずは自己紹介お願いします。はい、実行委員会の大前です。昨年に引き続いて、まあ、今回も出演させていただくことになりましたのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。広報担当の重久絹子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では早速今年の大会についてご紹介お願いします。で先ほど松崎さんの方からも言っていただいたように、昨年に引き続いて近江八幡で3回目になる大会が6月18日に開催されるんですけども、はい、でもう初年度から青少年育成社会貢献地域経済活性化の目的は変わらず、近江八幡の休暇村でですねスイムとバイクランを行いトライアスロンを行っていただくという形で今回も開催することになりましたので、ぜひ皆さんにも見に来ていただきたいのでよろしくお願いします。3回目ですもんね。そうなんです、はい、ね、恒例になってきましたね。はい、で今年は去年とここは違うぞみたいなところはありますか？今年はエイジを一般の部門なんですけどちょっと人数を増やしまして、はい、400名から442名に参加していただくことになりました。というのも1週間で
定に達してしまって、はい、問い合わせがたくさんあってキャンセル待ちはないのかとかいうお問い合わせがたくさんあったのでちょっと増やさせていただきました。そうですか。それから今年は初めてふるさと応援寄付金ふるさと納税ですね、はい、それでトライアスロンの参加権を得ることができるという部門を設けました、はい、それが100名様いらっしゃいます。それから、一般の方でもふるさと応援基金に寄付するとトライアスロンを応援できるっていう部門も作りました。いなんか見やすいいい場所で応援するってことですか。いやあのどういうことふるさと納税をしてそうですね、はい、大会自体を、はい、そうそうなんです、はい、あのふるさと納税も全国的にちょっと有名になってると思うんですけど、はいはいはい、そのふるさと納税で近江八幡に、まあ、あのふるさと納税していただいた方に、はいはい、あのこの大会を応援してもらうという意思があるという形でそちらの方の大会の方であの、まあ、あの資金として使わせていただくというその取り組みを今年初めて、はい、あの選手の方も含めて応援も含めてあの今年初めてやらせていただくことになりました。ですか、はい、参加者は続々と集まっていらっしゃる。そうですね、先ほどもあの言っていただいた通りにあの嬉しい声で、ね、なかなかこうあの人が集まるのかどうかっていう不安なところあるんですけど、うん、こういう形であの埋まってからでもまた参加したいという声があるので、こういう形でちょっと、はい、人数を増やさせていただいたという形ですね。そうですか、はい。で去年も、ね、有名な選手の方出ておられて、うん、はい、やっぱりそこに応援すごかったのでね。そうですね、はい、あのやっぱ招待選手って大事ですね。そうなんです。みんな楽しみにしていらっしゃいますので、ね、はい、今年の招待選手、はい、どなたが来られるか決まってるんですか。あの去年参加してくださいましたパラトライアスロンの宇田秀樹さんが参加してくださいます、はいはい、宇田さんは、日曜日にこの日曜日に横浜のワールドパラトライアスロンシリーズで4位、6位になられました。その前はあのパラトライアスロンアジア選手権でなんと優勝されました。優勝ってあるんですね、はい、すごい、もうちょっと前でしたら世界トライアスロンシリーズで6位になられてる、もうオリンピック候補だと思います。一流ですよね、はい、皆さんぜひ宇田さん、宇田さんを見に来てください。本当に宇田さん見るだけでもねすごいね、かなりイケメンですよね。かっこよかったですね本当に素敵な方でした。かなりイケメンです、はい、じゃあ、はい、やっぱりあのレースですから、はい、コース大事なのでね、はい、コースの説明もお願いできますか。去年とあのほとんど変わらないんですけれど、はい、とまあ、バイクコースの一部にちょっと変更あるんですけれども、水泳 1.5 キロそれからバイクをダイナカ、干拓地を40キロでランニングで宮ヶ浜周辺を 3周回していただきます、はいはい、でスタートとゴールはあの国民休暇村というのかな。そうです、はい、あの前っていうのは変わらないんですね、はいはい、分かりました、はい、じゃあ先ほどもおっしゃってくださいましたけどもう一度日程と時間を教えてください、はいはい、6月17日の土曜日に、選手説明会を14時と17時から2回行います。場所は近江八幡スポーツ施設運動公園です、はい、でレース当日が6月18日の日曜日8時にスーパースプリント出発です、はい、で9時にスタンダードタイプのスタートします、はい、で知事とかあのいろんな方に来ていただく予定をしているのですが、はい、そのセレモニーは競技前に行う予定になっています。そうですか、はい、じゃあこの8時にスタートする前に8時前と9時前と2回やります。そうですか、はい、昨年まではね、そうです、セレモニーは前日でしたからね、はい、させていただいたんですけど今年は知事であったり市長の、まあ、来賓の方にもですね、うん、ぜひあの大会を見ていただけたらと思って、はい、こういう形でセレモニーをスタート前にちょっと設けさせていただきました、はい、余計盛り上がりますね。そうなんです、はい、はい、楽しみです、はい、じゃあそれ以外にもこの大会には楽しみがいっぱいあると思うんですけど、そうですね、はい、まあ、近江八幡のためにってことでね。そうなんです、はい、頑張ってらっしゃるので、はい、初めにも言わせていただいたんですけど、はい、地域経済活性ということでですね、あの昨年も作らさせてもらったんですけどこの近江八幡のクーポンパス、パスポート、はい、なんですけど近江八幡市内の、まあ、お店であったりとか会社さんあのたくさんあのご協賛いただいてですね、はい、あのまあお得なこの割引であったりとかを載せさせていただいて、はい、で
まあ、あの表面にはこういう形でお店がたくさん載ってて、でその裏面には地図が載ってて、その観光地もそうですし、あの各お店っていうのが載ってるようなパスポートを今年も作らさせていただいて、でまあ、あの選手ボランティアの方で感染者の方はもちろんなんですけど、近江八幡市の市民の方にもお配りしてですね、そうですか、使っていただけるように。当日応援に行ったら無料でいただけるんですね。そうですね、あの数には限りはあるんですけど、去年私もらえへんかった今年これはお渡ししてちょっと帰るか絶対もらおうとみたいな、はい、でそれいただいたら4月から10月まで使えるらしいですね。4月の20日からなので、もう今現在もう今現在使えるんだ。はい、でそれで10月31日、今年の10月31日まで使えるんで、なるほど、まあ、あの一度来ていただいた方でもまた近江八幡にお越しいただいた時でも、うん、本当ですよね、はい、また季節変えてね、そうです、来るとかもありですね、はい、当日だけに使っていただくんじゃなくて、うんうんうん、また来ていただいたりとか。それナイスだわ、はい、大体その日から3日間とか、ね、使い切れないんでね、使いませんよね、はい、たくさん乗ってるんで。素晴らしいアイデアでございます、はいはいはい、ぜひもらいに来てください。ボランティアした人もらえるそうですよ、はい、あのなんかもらえなかったらくださいって言いに行ったらいいですね、はい、全然言ってください、はい、本部の方に、はい、遠慮制度に言いましょう、はいはい、あと何か取り組みされていることを、はいはい、あとその青少年育成っていう形でですね、はい、あの子ども新聞っていうのを今年はさせていただくことになりまして、はい、でまああの大会の会場であるあの国民休暇村の近くに島小学校っていう小学校があるんですけど、うんはい、そちらの5年生の小学生にですね、あの子ども新聞ということでカメラを持っていただいて、うん、選手の写真であったり、まあ、風景であったり大会のその模様であったりとかを撮っていただいてですね、それを記事にしていただこうっていうことを、はい、今年はちょっと取り組んでましてですね、で記事にしていただいてっていう形だけじゃなくて、その近江八幡市内でですね、その小学校であったりとか、たくさんの方に目に触れるようにあのちゃんと印刷をしてですね、あのお配りするような形で今ちょっと予定を組ませていただいてるんです、はい、子ども目線だとまたね違う魅力がね、はい、発信できるかもしれないし、いいアイデアですね。あの見ていただいてその、うんまあ、選手で見ていただいて何か感じられるところもありますし、本当だ、はい、うん、カメラを使うであったり記事にするってことでまた ね将来のお仕事に、はい、つながっていけるかなっていうふうに思います。次々考えますね、自己委員会さん、はい、頑張ってますね、はい、では、最後にその初めて来られる方もねあると思いますので、はいはい、アクセスを教えていただきましょう。はい、あの当日は会場にお車で入っていただくことができないので、シャトルバスとシャトル線をご用意いたします、はい、シャトルバスは近江八幡駅北口、近江八幡市立病院跡地で運動公園からあの出ます。シャトル線は長明寺港から出ます。で時間はまだ未定ですので、あの決まり次第 Facebook とホームページでお知らせさせていただきます。はい、でレースが始まっている途中でも、大会中でもあのシャトルバスとかシャトル船に乗っていただくとメイン会場に入っていただくことは自由にできます、うん、はいはい、なるほど。昨年もそういう形でバスはちょっと出してたんですけど、やっぱりそのいい時間帯っていうか皆さんが出られる時間帯になると結構バスが混雑しちゃうんで、はい、できるだけ早めに来ていただけたら混雑なしに入れるかなっていうふうに。ちょっとでも早く来ていただいてね、そうですね、いい場所であのスタートセレモニーなんかもね、そうです、はい、観戦していただけたらと思います、はい、ぜひ来てください。でホームページをねチェックしてもらったらいろいろ載っていますということですね、はいはい、どうですか、全部言っていただきましたか。の言い残したことはございませんか。かなり言えたと思いますけど、はい、よかった。すみません、本当ならね1時間ずっとねトライアスロンのことばっかりをね、はい、あの言っていただけたらいいんですけれども、今日はこれで告知になりましたでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に第3回大成功になりますように、はい、みんなで応援していますので、どうもありがとうございます。これから大変だと思いますけど頑張ってください。どうぞよろしくお願いします。お前さん、はい、ありがとうございます。お前さん頑張ってください。わかりました、よろしくお願いします。シゲサさんしっかりしてらっしゃるので大丈夫だと思いますけど、だいぶお任せしてながら頑張りたいと思います。また会場でねお二人おられますので、はい、見かけたらぜひお声掛けください。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございま す、はいいます。じゃあちょっとこのままで、はい、今日歌のゲスト来られてるんですけれども、はい、まだご紹介できないんですけども、はい、まずその方の曲を一曲聴いていただいて、はい、のゲストコーナーに移りたいと思います、はい、では辻村雄二郎さんでファイナルラブ。
ゲストコーナーです。今日のゲストは辻村雄二郎さんです。ようこそお越しいただきました。辻村さん、はい、ありがとうございます。お招きいただきましてありがとうございました、はい、ようこそお越しいただきました、はい。今もうすでに、曲を1曲聴いていただいたんですけれども、ファイナルラブという曲を聴いていただきまして、これをこの間ね CD にされて、今日そのことをちょっと教えしたいと思って来ていただいたんですけれども、まあ、ここまでのいきさつ以外のこともいろいろとお話ししていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はいはい。じゃあどうしようかな、辻村さん自己紹介とかしてもらっていいですか。そうですね、はい、私は守山市に今、住んでおります、66歳の、あ、言わんでいいのにあ、そうですか。もう、いいおっさんになりました。はい、年齢言わない方がよかったかな。まあ、守山市に住んで、55歳で独立をしまして、個人経営をしております。はい、はい、それでいろんな活動をしながらいろいろやらさせていただいてます。で、まず松崎さんとの出会いのことをまずお話した方がいいかなと思いまして、懐かしい話をじゃあ知ってください。これは10年以上前だと思うんですけど、シガリビングの表紙に、地元の滋賀県のなんかアーティストとか、そういう方をなんか支援していろんな音楽を、
非常に広めるというようなことで写真入りの結構大きく載ってたんですよ ね、 そうですね、うん、一番表紙に載っておりまして、そうなんですよ、結構大きく載ってたんですよ。 そ、 うです、それが、ちょっと目に留まりまして、私も、はい、まあ、音楽が、学生時代からやってまして、何か、一緒にやれるようなことがあればということで、その時はしばらくコンタクトはしてなかったんですけど、ちょっと置いといて、またなんか整理した時にまた、それが見つかりまして、その記事を持ってくれたかったんですね。そうです、はい、ちょっと長いこと持ってまして、はい、一度コンタクトして、はい、一緒に何か、確かに、させていただければなと思ってお電話いただきましたね。そうです、そうです、うん、でそれから、のお付き合いで、で私は学生時代にはフォークソングっていうんですか、あの当時、いわゆるオリジナル曲を作る時代がありましたね、はい、シンガーソングライターです、ね、そうなんですね、そういうものを、はい、やってまして、我々無名でなんとか売り出そうということで、あちこちのなんかローカルの、テレビ局とかラジオにも、もう出たことあるんですけど、なかなか、当時はいろんな有名なシンガーソングライターがおりまして、うん、我々学生バンドはまあ大体相対されなくて、そういう聞いたことない音楽は全然、聞いてもらえないという時代にずっとやってきました。それで、まあ、そういうことを経って、まあ、社会人になったんですけども、まあ、ハワイアンも大学時代にクラブとして活動しておりまして、うん、で地元に滋賀県にちょっと、転居しまして、もう44年、うん、経つんですけれども、この時にハワイアンクラブを立ち上げ、14年前に、立ち上げてまして、結構1000人くらいの、フラとかバンドの団体を立ち上げて賛同いただいて、まあ、現在に至ってるんですけど、その時のプロデュースとか音楽の音響関係を松崎さんに、そうそう、それをね、相談してくださったのが最初でしたね。そうですね、それ以来のお付き合いでいろいろ、それ以外もいろいろ、私最初はねハワイアンの人だと思ってたんですよね。だから話を聞くと、昔にこんな歌作ってたよ、 CD も作ったよみたいな話になって、ただ聞いたことなかったんですよね、そのそういうフォーク系の曲を。そうですね、あまりその、はい、聞く機会がなくて、機会もないですし、当時、学生時代に21だったかな、うん、こういうドーナツ版っていうの昔あったんですね。ありましたね、ありました、ありました。当時レコード会社と330円で売ってるような、うんうんうん、裏表 A 面 B 面があって、うん、そういうものをやっぱり樹脂版というものがありまして、私もそれをなんか作りたいということで3人組で作ってバンドを作ってたんだけどね、うん、でそこで、そのドーナツ版を作ろうということでオリジナル曲、もちろん A 面 B 面オリジナルなんだけど、それを作りまして、まあ、レコーディングしたんですけど、いや売れてませんもう友達に無理やりなんか配って、当時それってすごい高くつきましたでしょ。今はだんだん安くなってるけど、そうですね、レコーディング場所をなんか定築、定築というレコード会社があるんですけど、頑張りましたね、そこでやりまして、その時初めてカラオケっていう、なんかまず伴奏を作って、うん、そして歌を歌うっていうの、同時演奏っていうのはないんですね、はいはいはい、で当時そのカラオケストラっていうのがあって、まず、うん、そういう演奏を取って、オーケーを先に作ってね、うん、それをやるっていうこともその時初めて知って、あ、これがカラオケストラだなと思って、でそういうこともあって、それはもう単なる自己満足で終わって、うん、まあ、そういう時代を経て、まあ、学生から社会人になるとなかなかそういうチャンスないんですけど、うん、でも普通ならそれでもう終わっちゃうんですけどね。杉村さんはそのもう一回やりたい、やっぱりやりたいのずっとこう忘れず、ずっとずっと来られて、で今となってもう一回やろうってなってらっしゃるのは、そうですね、社会人でも少しね、地域の安田とか森山でそういうのがあったらちょろっと出たりしたんですけど、うん、まあ、そんなぐらいで終わって、なかなか自分の活動できないですし、やっぱり働いてるとなかなかそういう活動もなかなかうまくいかなくてですね、うん、まあ、だらだらやっていくうちに曲もだんだん書けなくなりまして難しいですね、やっぱりなんかそういう若い時とかそういう情熱がある時は、で発表の場が思いつくんですね、発表場があると、じゃあこんな曲を作ろうということで一緒に、共同で作ったり、作詞作曲自分でやったりしたんですけど、今お仕事が忙しすぎるからね、まあ、もうちょっと落ち着かれたらまたね専念して
いい歌作れるんじゃないですか。うん、それでちょっと前に10年ぐらい前に、滋賀県に来てから作った曲が今回 CD に、2曲入ってるんですけども、うん、でちょっとアレンジを変えて、まあ、2006年に作って今回、去年録音したんですけれども、今年1月に発売して Amazon とかそういうのにも、タワレコードとかああいうネット販売に一応審査が通りまして、あの発売してるんですけど、まあ、ほとんど売れてないと思うんでね。タワレコにあるんですね。だから検索すると出てくる、出てきます。あのファイナルラブ、あの琵琶湖パールに寄せてっていうことで、じゃこの、あの、ね、今おっしゃってるファイナルラブが入ってるこの CD なんですけど、これがね、あの琵琶湖パールに寄せてというサブタイトルがついてますでしょ。はい、この琵琶湖パールに寄せてっていうことになったっていうのはどういうことですか。ですね、これ異業種交流の時に知り合ったその琵琶湖パールを、うん、広めてる方がおりまして、はい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 、でたまたまそういう話を聞いて、あのなんかそれをきっかけに、なんか琵琶湖パールの、まあ、宣伝ソングってありますよね。そういう話になったんですね。化粧品とかそういう、例えば何かあるときにそのあのなんか宣伝歌みたいなのあるといいなと思っておりまして、じゃあちょっとやってみようかと思ったら、あポロポロちょっと湧いてきまして、なるほど、それで、この琵琶湖パールの、まあ、促進応援歌ということで、それがファイナルラブ。そうなんです。あ、なるほどね。でこの CD には、あの自分が歌ってるのと、それから今おかけしたものは、うん、その吉交流家に知り合ったあの女性のオーナーと一緒に歌ってる、はいはい、いう2曲が入ってます。で前に作っておられたご自分の曲を2曲入れて4曲入りの CD になってるっていうことなんですね。あと でまたあの、はい、かけていただきますか。近江の四季という長い長い長編の曲があるんですけど、うん、そうなんですか、はい、なるほど。やっとこの CD がどうやって出来上がったか、うん、よく分かりました。でちょっと琵琶湖パールの話ちょっとしてもいいですかね。どうぞどうぞ、はい、で私も琵琶湖パールについてはそんなに詳しくはないんですけども、うん、ちょっといろいろ調べたりお聞きしてると、これなんか琵琶湖のいわゆる海水パールありますよね、もともとある、はいはいはい、で琵琶湖にも昭和5年にですね、うん、池町が輸入した淡水真珠養殖っていうのが成功して、うん、はい、池町が知ってますよ、うん、でそれがスタートしてずっといろんな、その方の人々の挑戦と努力によって、うん、まあ、琵琶湖パールっていうのが、国内および海外でその良質なその淡水真珠として知られるようになったと、うん、であの非常にこの琵琶湖パールっていうのはいろんなカラーバリエーションが非常に多いということで、パープルだとかオレンジとかチャコールとかいろんな一つそれぞれがもうみんな同じものはないと、うん、で遊郭と無郭があって丸いものもあるし、こう変形した、うん、変形してるのもあるしね、いろいろなんかいろいろ形も、淡水パールブームですよ本当に。でこういうものがあって、でも途中これはなんか昭和40年半ばぐらいには6000キロですね、だから6トンぐらいを超えるすごい生産量があったんですけど、で昭和55年にはもうなんか40億円を超えるぐらいな、まあ、採石があったんですが、まあ、あの昭和50年の後半以降ですね、なんか環境汚染ですね、うん、生態系の変化、まあ、あの 水草によっていわゆる窒息死じゃないんですけど、うん、そのそうですね、そういうものがあって、ここ多分総会を養殖してたんだろうなぁいうのとかいっぱいありますもんね、今琵琶湖にね。そうです、うん、50年後半以降にもうそういうもんで、うん、池町街の成長が持って、うん、もう不良に散って難しい状況になったと、はいはいはい、うん、ただ、まあ、琵琶湖も水質改善が行われて、また、池町街復活をして、あのこの琵琶湖パールがまた再度、いいですね。この前西の湖に行ったら、うん、やっぱり昔にこう杭を打ったこういうありますよね、あとあるね。それでやっぱりこうあのそういうこの漁業がうまくいかない、うんうん、もうそのままになってるんですよね。でそれも回収するだけのも力もないですから、うん、で新しいまた業者の方が入って新しいまた杭を打って、うん、すごく広い場所にですね、やっぱり新宿の養殖がまた復活してるなということで、たまたま、ね、復活してほしいですね。で少しずつこのパールが、また脚光を浴びんじゃないかなと私は思いましたね、うん、はい、まあ、そんな話を聞いてなんか曲ができないかなということで
この曲がこの CD というか、分かりました、滋賀県の風景を一緒に、はい、じゃあパールと一緒に曲も売れていくといいですね。はい、はい、それじゃあちょっとその今回に作られた歌じゃない前に作っておられた曲、そのちょっと長い曲とおっしゃって、はい、それをかけさせてもらっていいですか。あ、いいです。これはどういう時にどういうことで作られた曲ですか。近江の四季という、そうですね、あの滋賀県のそのいつ頃作られた、これ2006年に一応これ作ってあるんですけど、10年以上前に、うん、そうですね、もっと前にそのオリジナルのその何ですか、あのベースはできたんですけど、うん、そのサビの部分とかそういうのは、その後半に2006年ぐらいに作ってまとめ上げたっていうんですね。滋賀県に来て東京に住んでたんですけど、東京出身なんですけど、東京から来て滋賀県に来て、いろんな四季があって、うんうんうん、彦根の、まあ、桜の話とか、それから冬の安土とか、うん、それから紅葉の、坂本のところとか、そういうなんか風景を歌った長い長い曲です。東京から来られてるから、辻村さんの目で滋賀のここいいなみたいなとこを歌われた感じなんですね。ですね、まあ、昔ながらの。そんな長いんですか。10分ぐらいあるんですか。いやいや、5分ちょっとあります。で、風景を歌った、昔ながらの風景を思い浮かべながら聞かせていただきましょう。はい、はい、辻村雄二郎さんで近江の四季です。桜の花びらが静かに待ってた。人々は酒を飲み、歌を歌ってた。ここは蝉の声が響く。道を歩いてた。古い子たちは何かを語ってた。垣が見える。
一筋の足跡が古雪に消えて、信長の野望はどこへ行ったのか。ここは届かぬ手紙を書けば、人生無常と切なさを知って今一人。旅の空の下で、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO 14001認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は0748-23-2233、電話番号0748-23-2233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、じゃあ続いて辻村さん、よろしくお願いします。はい、はい、あのこの CD のジャケットの写真なんですけども、これは沖ノ白石ね、有名な、ね、これを実は辻村さん自分で撮影に行かれたということでね、この裏側にクルーザーが乗っておりますが、あの辻村さんの船だということで、すごいじゃないですか。いやー、すごいというか、たまたまなんか勢いで前から欲しいということで持ってた。C でなかなか買えませんよ、うん、クルーザーね、なんか勢いで買ってしまって、この維持管理が大変だなと、いまだに、この写真で見るよりね、本物はもう相当大きいです、うんね、9.5、28フィートありますから、それなりに。あとフライングボードつって2階席が運転もできるような、なかなかアメリカの、かっこいいおしゃれな船で持っておられます、はい、松崎さんも一度乗られて、はい、乗せていただきました。また一度なんか沖白石見に行きたいです、うん、それと、沖島ですか、沖島の裏が見たいということなんで、うん、このあのクルーザーの上で今の曲聞くと、なんかちょっと加山雄三みたいな感じでいいんじゃないですか、うん、はい、じゃあ辻村さん、いろんなことされてるので次の話題に行きたいと思います、今フォークソングの話、パールの話したんですけども、ハワイアンの話でございます。そうですね、これはあの松崎さんも巻き込んでずっと、プロデュースやってもらって、音響関係をずっと、そうですね、3回目ぐらいから一緒にお手伝いをいただいておるんですけど、はい、まあ、この今、今年2回目13ですね、13回目、
来年15周年なんですけど、それがね、なんとね、琵琶湖ホールの大ホールをね貸し切って開催されてるということでね、でなおかつあのお客様は無料です。そうです、こんな太っ腹なイベントをねずっとあの主催しておられるっていうのは並大抵じゃないと思いますよ。で今年は6月11日の日曜日、1時会場で1時半、開演します、はい、琵琶湖大ホールです。で無料なのでね、ぜひ見に来てください。そうですね、お時間のある時は、ある方はぜひ、もう自由席ですので、ゆっくり、好きな時に、出入りできると思います。今年は何組出るんでしたっけ。10組、13ですね。13組、はい、フラの教室とそれから、バンドが2つあります。はい、とりあえずもうずっとハワイアンです。5時間、はい、ぶっ通しで、6時近くまであります。非常に華やかですよ。であのロビーとかにはあのハワイアングッズみたいなものがこうずらっと並んで売ってたりとかしますし、あの大変華やかなイベントです。ぜひ見に来てください。そうですね、辻村さんここの、だからクラブの会長をしておられるということですね。そうですね、あの会長、ここの最初はこんなにたくさんの、最初は5団体でスタートしたんですけども、うん、14年、立ち上げて14年になりまして、まあ、2007年からなんですけども、いずれにせよ最初からこう琵琶湖大ホールでできたわけじゃありません。最初はさきらの、大ホールとか安も大ホール、うん、それから森山市民の 大ホール使いまして、いつか、ゴールは琵琶湖大ホールだということで、琵琶湖大ホールは中ホールを何回か使ったんですけど、やっぱ大ホールでやりたいというあの素晴らしい、オーストラリアのようなオペラ、ハウスのようなあの素晴らしい階をこう伏せたようなあの琵琶湖から見るとあのホールでいつかやりたいということを目指しながら、まあ、今日に至ってるんですけどね、うん、はい、でもフラの先生方がもう、ね、生徒さんといっぱいいつも もう何百人も我々に来るんですけど、その会長が男性っていうのもね、本当にいろんなご苦労があるかと思うんですけど、言いにくいと思いますけども、どうですか。いや、あの逆に例えばあの女性の方がやっぱりそれをまとめてるとまたいろいろ問題で、私みたいな、ね、うん、男だから、好き勝手、言ってるでちょっとまたなんとかまとまってるのかなかっていうこともありますけれども、まあいろんな女性の方が今性格がいろいろありますし、まあいろんなキャラがあります、私も含めていろんな人それぞれの考え方があります。それをちょっとまとめたりするのがなかなか、まあ難しいっていうこともあると思います。でもあのここにね出演したいっておっしゃる教室はもういっぱいありまして、あのいっぱい手を挙げられるんですけども、数に限りがありまして、あのこの団体数ぐらいしかあの出ていただけないことでね。そうですね、もう時間の制限もありますし、うん、あのやっぱり1日でこなすとなると、はい、もうこのぐらいが限界かなと。じゃあもう2日連続でやるかとかそんなことにしない限りもう増やしてあげられないというね。そうですね、そういうご苦労もあるみたいです。演奏というか出演時間も限られてしまいますので、うん、今でも結構短いですから20分ぐらいしかありませんので、ね、うん、まあ、あの本当はもっと各、教室が長いけど、まあね、生徒さんにしたらあの琵琶湖ホールの大ホールで踊れるというのはなかなか嬉しいことなので、あの皆さん頑張って練習しておられると思います、うん、今頑張ってください。で今年、はい、もう一回言っておきましょう。6月11日の日曜日です。そうです、はい、午後からで、この素敵なポスターも、江口さんがうちで作らせていただきます。素晴らしい、毎回いろいろ私はちょっと爽やかな色合いにしてみました。講演していただいて、あともう一つこのクラブは、はい、これ商売であったりこうビジネスっていうかその業者さんが入ってなくて、ね、うん、みんなこの出演者がこうあのずっと1年かけて自分たちがこう準備をしていろんな担当を持って当日も走り回りながらやってるという、 そこが自分たちでなさってるんですね、うん、あともう一つはあのこれはちょっとあのあれなんですか、寄付をしながらというちょっと偽善者っぽいんですけど、いろんな寄付をしながら自分たちだけ楽しく笑って踊ってればいいということばかりでなくて、やっぱり人のために何か役立てることがないかって言ったら、それはなかなか日々できませんので、やっぱりそれは寄付という形であのユニセフとか
国境の医師団とか24時間テレビ、それから足長育英会、そういったものに、寄付させていただいて、なんだか我々もなんかそう社会貢献をできればなというようなこともやっております。はい、素晴らしい、いろんなことされています。本当にあの話が尽きないんですけども、番組にねあのメールをくださってる方がおられて、ちょっとそれ読ませていただいてよろしいですか。どうぞすいません、ちょっと唐突で申し訳ないです。どんでもございません、はい。質問もあるので一緒に答えてあげてくださいね。まずはですね、ラジオネームリアライズさんです。ありがとうございます。で、皆さんこんばんは。最近とても暑くなってきましたね。皆さんはゴールデンウィークは何をして過ごされましたか。私は仕事が休みだったので子供や家族とゆっくり過ごすことができましたということです。辻村さん、ゴールデンウィークどうされてたんですか。外国ですか。いや、とんでもないです。断捨離じゃないですけど、なんか書類の整理とかそういうものをやろうと思って。仕事してあったんですか。いや、仕事というかなんか整理整頓をなんかしようと思ってるんですけど、結局何もできずに、あのフェイスページの立ち上げをいくつかやったり、そうなんですね、家でなんかダラダラというような感じでどこも行かずに、毎年そうなんですね。あのゴールデンウィークはお仕事あんまり入れておられないです。いや、仕事というかゴールデンウィークは混んでるんで、 あまり移動したりどっか行くっていうことは、あ、じゃあうちにおられたんですね。そうです、基本的には。ですか、はい。ちなみに天の声さんはゴールデンウィークどうされてたんですか。いや、もう特にないですね。ライブとライブの練習が1回ずつあったぐらいです。ああ、そうなんですか、はい。どっか行かれたとかなかったんですね。ないですね。あ、なんか意外とみんなそんなよかった。私ずっと寝てたからもう寝たんでたんですけど、皆さんに行ったり寄ったりの感じだったんですね。そうです、ゴールデンウィークはあまり、移動人いっぱいですもんね。動かない方がいいで、別な時に平日できればなんか楽しんだ方がいいかな。自分を慰めて、このリアラーディさんみたいにね、ご家族の方とゆっくりされるっていうのが一番いいですよね。一番いいですよね、はい。何日も続いて休みって本当にないのでね。いい季節やし、天気も良かったですしね。そうなんですよ、本当にいい天気やったから。僕のライブ雨降りましたけど土曜日。いや、大地さん良かったですね、はい。もう一つ来てます。ダックスビルさんです。ありがとうございます。いつも楽しく聞かさせていただいています。ところで、北朝鮮が新型長距離ミサイル発射に成功しましたが、この危機を救ってくれるのは次のうちどなたでしょうか。1人目ドナルド・トランプ大統領、2人目プーチン大統領、3人目ムン・ジェイン大統領、4人目古池や川津飛び込む水の音で有名な松尾芭蕉ですが、かの有名な志村けんの名言大丈夫だをも超越する大丈夫です18番の男、杉江正直です。長今日よろしくお願いしますということです。すいません、全然意味わからないと思うんですけど、ここから選んでください。難しいな、はい、4人のうちから、誰が救ってくれるでしょうということです。救うというか、こう4人目ちょっと意味わからないと思うんですけど、深く考えないでください。杉江正直さんという人です。やっぱりあのトランプさんが調整をして、なんとか、はい、周りをまとめて、抑え込むが一番正論ですね。辻村さん、真面目にありがとうございます。素晴らしい。納得です。多分、はい、ダックスビルさんも納得したと思います、はい。天の声さんどうですか。はい、私はですね、はい、今回この4つじゃない、ないでも文中に出てきた、こう志村けんさんじゃないかと思いますね。なるほど、はい、すごいとこ行きましたね。もうそれしかないですね。志村けんが大丈夫だって言ってたらね、そうです、戦争も起きないかもしれませんね。どっか行ってしまいますわ。ほんまですね、はい、正解です。ダックスビルさん、ちゃんといいとこ入れとこありますわ。私はこれは難しいな。もう政治のこと全然わかりませんし、口挟みたくもないので、じゃあ松尾芭蕉で。一票も入ってない。すいません、初めて杉江正直さん0票でした。珍しい、こんなことあるんや。杉江さん、また頑張ってください。これに懲りずに、はい、これに懲りずに頑張ってくださいということで、今日は杉江さん0票でした。はい、ありがとうございます。嬉しいでしょ、メール来たらね。いいですね、それはすごいですね。ほら辻村さん、もう10分前ですよ、うん、1時間ってこんなもんなんですよ。はい、何を言い残しましたかしら。
まだ、言い残すというか、なんかライブのご案内はありますか？音楽関係ですと、はい、これもまだ松崎さんとは相談してないんですけど、第2回のあそこのヤンママリーナでね、はいはいはい、去年やった分の音楽マリーナで、だらだら飲んだり食ったりしながらやろうっていうのをちょっと10月ぐらいに、これもジャンルを問わずにハワイアンだけっていうんじゃなくて、いろんなフォークソングとかカントリーとか、そういう人と新しい人をちょっとまた仲間が増えたんで、そういう方となんかジョインしてですね、なんかそういうジャンル問わずの楽しみ会みたいな、時間にあまりこだわらず、まあ、2時間ちょっとぐらいはだらだら楽しめたらいいなと。辻間さんらがやってらっしゃるジャンルに、まあ、まあ近いのかちょっと意味が分からへんですけど、弾き語りをされてるとか、その方のね、コンサートを天の声さんはよく開催されてるんですよ。ああそうですか、はい、まあ、どんどんなんか最近ジョイントしてください。フォークのそういうなんか仲間が少しずつ増えて、そういう方にちょっと声かけたりしながら、若い方から、年配の方というかシニアな方まで幅広くコンサートされてる。昔 もうずっとやってきたなんか往年のなんか、セミプロみたいな人もいますからね、すごいですよね、まあ、楽しいですね、楽しい、はい、いろんなジャンルの方の音楽を聴くと楽しいな。ぜひしましょう、はい、それと私さっきのあれなんですけど、私も、そうですね、16ぐらいからなんか、まあ、打作ばかりですけど、そういう音楽をちょっと作ってまして、それを、はい、いくつかそういうのまとめてですね、ベストアルバムじゃないですけど、集大成を作ろうとしてます。でいくつかの曲を、ピックアップしてですね、今少しずつやっておりまして、まあ、構想も含めて今進めて、まあ、今年はちょっともね、来年あたりにするとね、いいですよ、まとめたらなんかこう自分の記念になるというか、自己満足のもう一つの自己満足を作ろうかなと思っております。まあ、なんちゃって私はもともと加山雄三が、やっぱりそうなんや、さっきの曲どう見ても加山雄三ですもん。そうなんですよ。で雰囲気がで、どうしても彼に憧れていろんな、オリジナル曲作ったりして、半分パクリなんですが、加山雄三のコード進行を使った、ノーリミテーションラブっていうのを作ったんですよ、それをトップに入れようと思って今、いろんなことを考えながら、また、やっております。あともう一つは、はい、これはもう一つの私のなんか趣味というか、いろいろやってるものの一つなんですけども、なんか心理カウンセリングみたいなのもやっておりましてね。そやそや、そんな話や。なんかね、本を執筆されてるとかで、もうすぐ出版になるという話ですね。そうですそうです、今書いておりまして、実は以前10年ぐらい前に共同でカウンセラー同士で11人で書いた本も一回出版されてまして、あと紹介本は何冊もあるんですけれども、今度は一人で自分で、メインで書こうと思ってます。で私一応いろいろやってまして、産業カウンセラーの資格取ったり、あと心理相談員とか、あとキャリアコンサルタントっていうのがありまして、これが取った時は普通の財団法人のそういう資格だったんですけど、これがいつの間にか国家試験になりまして、国家試験登録してくださいということで、いつの間にか、国家資格になっちゃって、ありがとうございますみたいな感じでしたね。でまあ、そんなこともやっておりまして、私もサラリーマン生活が、長かって、まあ、その後自分で独立していろいろやっておりますけれども、いろいろ働く人のためのいろんなメンタルヘルスとか、いろいろお困りごととか、そういうことをいろいろまとめて、であといろんな困った人の事例をいただいて、自分の感染に来た時の記録とかそういうのも事例として載せて、何か私の本を読んで何か参考になるっていうか、何か助けになるというか、アドバイスなり考え直すきっかけになればいいかなと思っておりまして。本の題名は決まってる？いや、まだ決まってません。あ、題名決まってない。題名はもうちょっと練り込んでやろうと、いろんな悩み事の人のためのそう癒されてますか、困ってますかとか、そういう感じで働く人のなんかメンタルヘルスみたいな、そんななんかそんな形で、5章まであるんですけど、5万字ぐらい書かなきゃいけないんですけど、なかなか難しいんですよねそんな時間がよくありますね。いやいやいや、いろいろ考えながら
なんか移動中でもこんなことって考えたり、でももうなんかやってないとダメなタイプなんですね、きっとね。動かないと死んでしまうっていうのはマグロみたいな性格で、立ち止まったら死んで、立ち止まったら息ができないというね。そんな感じかなと自己分析はしてるんですけど。ですね、ちょっと休みやって言ったら船に乗りに行き、スキーに行きね、ほんまにパワフルな。いや、もうだいぶパワー落ちてますけど、実はテニスもやってるんですけど、なかなか行く時間がないっていうか、やっぱり年齢ともにパワーが落ちます。マラソンもされてますよね。そうですね、実はさっき言おうとしたんですけど、去年の、ゴールデンウィークは行かないっていう、旅行はしないっていうか外には行かないんですけど、バンクーバーマラソンに行きまして。あ、そうなんや。行ってるじゃないですか、すごいとこ。そこに行ってなんとか完走して、メダルをもらって、自己満足です。すごいな、本当に。こんなにね、いろんなことを活躍されている辻村さんですけども、同じ年ぐらいの方々のね、なんだろう、見本というか、いやになっていただいて、いや僕も頑張りたいなと思ってくださるかもしれない話を聞いたらね、どうか参考になるか分かりませんけど、私の方がちょっとだけ若いけど、いつも辻村さん元気だし、私も頑張ろうって思いますもん。ああ、そうですか。ありがとうございます。いやいや、そんなことやられてると、なんかでもなんかやってないと、もう時間がそんなにあるわけでないという。これからも、いろんなことを頑張っていってくださいね。そうですね、できることはやりたいし、はい、なんか人のためにも自分のためにもなんかやっていきたいなと思っております。ハワイアンもね、まだまだ大きくしていただいて、で曲もいっぱい作っていただいて、パールも売れて、そうです ね、 ね、いろんなこと、本もベストセラーになったら印税がっぽり来るし。また頑張ってください。はい、ありがとうございます。松崎さんの力でいろんなこういうイベントも、いえいえ、とんでもないです。今日まで、来たなと。一緒に仲良くやらせていただいて楽しんでいます。ありがとうございます。本当にいろいろありがとうございます。じゃあ最後に、そのパール普及応援歌の、私単独でファイナルラブのメインの方の曲、辻村さんが一人で歌ってらっしゃる方を聴きながらお別れしたいと思います。どうも今日はありがとうございました。本当ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。遊んでください。はい、こちらこそお願いします。また来月お目にかかりましょう。ありがとうございました。バイバイ。美しい姿に涙が溢れ